テンプル、これさすがに主人公の声のこと言われてると思ったけど、やっぱり批判されてましたね。基本的には声優のキャストに文句はないんですけど、久々にやってないだろって感じちゃいました。本編はよくある1アニメなので期待なんですけど、やっぱり主人公をもう少し考えてほしかったですね。以上、テンプルのお話でした。